はい、よろしくお願いします。先週までアウェー2節戦ってきて、今週開幕やっとホームで迎えるという中で、どれだけ今週のテーマはディフェンスの圧を上げられるかどうかっていうところが一番のキーだったというふうに思います。で、オフェンスのところでは、スペーシングをもう少し先週より整理して、それぞれの強みをもっと分散させていこうということを今週取り組んできました。それはうまく出せたんじゃないかというふうには思っています。というのも、やっぱり琉球は水曜日にゲームがあって、どうしても疲れている状況であるというのは相当できるので、どれだけそこで、まずディフェンスのところでアグレッシブにいってフィジカルに戦えるかというところからトランジションに勝負に持っていくことが今日の一つの大きなプランの内容で、今言っていいのかどうかなんですけど、明日も試合があるので、ではあります。ただそこに関しては本当に今日怪我人も出た中でチームとしてとにかくもっと強くなろうという気持ちがこもった、ディフェンスができたのが一番、今日の試合の違いを生んだところかなというふうには思っています。明日に関してはやっぱり琉球チャンピオンチームですし、このままでは帰れないという気持ちで戦ってくると思うので、そこに対して自分たちがどれだけ準備できてくるというところが、キーになってくるかなというふうには思います。もう一つ、今年スリーポイントアテンプトがとても多いんですけれども、今日に関しても、すごくアテンプトもあった中、しっかりとペイントタッチもできていたというのは、先週までとはちょっと違うところを見せれたかというふうに思います。その中で、このスリーポイントの確率が 46% っていうのは、ただならぬ思いがあったんじゃないかなと、大場選手の怪我を受けて、大場選手、チームで一番のピュアシューター、とにかく動き回ってシュートを打ってくるという選手が、怪我をした、その気持ちをみんなが補うような、そんな試合だったというふうに思います。大場選手の代わりになる選手は、いないですけれども、それぞれがしっかりと自分の強いところを持ち寄って、大場選手の、怪我の部分を埋めて、もっと強くなろうというテーマがありました。そこでこれだけみんながシュートを確率よく決めてくれたっていうのは、それぞれのステップアップもあったと思いますし、大場選手の気持ちっていうのもチームにしっかりと後押ししてくれたんじゃないかというふうに思います。本当にこのチームでとにかく長く戦って、最後、大場選手が帰ってくるその舞台を自分たちは強く守って、用意するというのが今、自分たちにできる一つの大きな仕事だというふうに思いますので、また明日その自分たちの大きなミッションに向かって、明日またさらに準備して戦っていきたいというふうに思います。こちらから以上です。お疲れ様です。はい、ですここまで河村選手がリーグ得点1位という中で、結構群馬戦に関しては得点が偏ってた部分もあったと思うんですけども、はい、今日に関しては5選手が2桁得点ということで、その辺のオフェンスでの意識というか、他の選手たちのステップアップというか、その辺はどういうふうに見てますか。まず河村選手のスコアリング能力というのは、やっぱり世界に発信していきたいので、そこを強調するというのは、うちのチームの一つのミッションでもあるかなというふうには思います。ただ、やっぱりそれを抑えに来たときに、ずれは絶対できてくると思うので、そこからどうやって次の手に持っていくかというのは、今週、すごく取り組んだところで、河村選手、例えばどの時間帯に持っても、おそらくある程度、打開できる力はあると思うので、その力をどこで使うかっていうのはすごくテーマとして持っています。なので、あれだけモンスタースタッツをここまでやってきてくればそこを止めにくると思うので、じゃあそれをどうやってチームとして生かすか、それをどうやって他の部分で生かしていくか、に分散させていって一番嫌なところで使うかっていうのが今週のテーマだったのが今日しっかりと表現はできたのかなというふうには思います。あとディフェンス面でいうと、琉球をかなり低く抑えられたというところで、前半はかなりスティールからのランとかもありましたけど、ディフェンス面の仕上がり的には、瀬戸口さん見たらどうですか。まだ6割ぐらいだというふうに思いまして、やっぱりその自分たちのスタンダードがまだまだ、この5試合で、まだまだアップダウンがあるので、どれだけそれを40分間、誰が出てもできるかどうかっていうのと、その共通理解を高めていければ、もっともっとディフェンスの部分は良くなるかなというふうに思います。オフェンスに関してもまだまだ先は長いなというふうに思っているので、今日の試合からまた学んで進んでいきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、河村選手、かなり非常に希望多かったので、まず1社1問の質問でお願いします。先総括聞いて、その後質問を受け付けますので、よろしくお願いします。まずはじゃあ、試合振り返って、コメントお願いします。はい、横浜ビーコルセアーズとして、やはり、去年からもずっと積み上げてきたこのディフェンスであったりとか、その失点を抑えて勝つっていうこのプランみたいなところは、やはりこの試合通してすごくできてたと思うし、事実結果として66点っていう失点で抑えれたことは、やはり僕たちのバスケットだなっていうふうに思うので、また、明日、琉球さん、これ以上の強度で修正して戦ってくると思うので、それ以上にしっかりと僕たちはチャレンジャー精神持って、明日勝って、今日の勝ちがまた意味があるというふうに思っているので、いい準備したいなというふうに思います。続きまして、滝沢さんもお願いします。お疲れ様です。滝沢です。対応をちょっと任せる勇気っていう話がありましたけども、河村選手、先週2試合70点取って、個人としてはすごく調子よかったと思うんですけども、具体的にチームとしてどういう話し合いをその後にしたのかっていうのを教えていただけますか。チームメイトと結構しっかり話し合って、特に外国籍の選手とかとの話し合いが多くて、その中でやっぱり、俺たちをしっかり信じてくれと、ワイドオープンでスリー打てるときはスリーだったり点を狙いに行く中でもっと大事なのはゲームマネジメントすることなんだと、そういった話し合いの中でやっぱり新加入の選手がたくさんいる中で、まだまだ僕がやるところの方がいいんじゃないかっていうところがやっぱ気持ちとして、大きかった中で。その先週の試合を終えてから、この1週間しっかりと練習をする中で、やっぱりやる勇気以上に任せる勇気っていうものは本当に大事なんだなというふうに思ったし、やる場面っていうのは、僕はチームのエースだと思ってるんで、やる場面っていうのは絶対大事な場面で来ると思ってるんで、その中でしっかりとチームメイトに任せる時間帯と、特に最後の4クォーターであったりとか、その大事な時間帯で自分がやる時間帯っていうところは切り離してというか、ちゃんとバランスよくやることがやっぱチームの、一番の成長につながるかなっていうふうに思ったので、それは本当今回の試合でうまくできたんじゃないかなとは思っています。ありがとうございます。お疲れ様です。勝利おめでとうございます。チームとしての仕上がりだったり、その河村選手とのコンビネーションとか、そのあたりエドフ選手から見てどうでしょうか。I think, like I said in an earlier interview, I think there's a lot of room for growth, which is exciting. We already proved that we're a really good team. We beat a really good Okinawa team by over 20 today. So I think we've shown spurts of brilliance, of really high-level basketball. But getting to know each other and playing throughout the season and understanding how each of us plays, I think there's room for growth there, which is to me exciting. 先ほども実は聞かれましたのでお伝えしたんですけども、やっぱり20点差以上で勝利できたっていうのはすごく良かった。やっぱ沖縄琉球すごくいいチームなので、それに対して勝つことができて、ただやっぱりまだまだチームとして、機能してない部分、具体的に言うと。一緒にプレーする時間がまだ短かったり、お互いのことを完全に知り得てない、連携のところだったり、そこでより今後一緒にプレーする時間が増えて、お互いのことをよく知っていけば、もっともっと完成度はチームとして高まっていくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。Thank you。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。